じゃあ縄という字に行きますね。まず糸辺を1画目ですね。それに平行に持ってきて、ここを大体一緒にして立ちます。縦を中心を守って縦、点は上の方に2つね。じゃあ少し下の位置から縦横に、まあね、これは似たような長さかな。ちょっと下を閉じますね。下の方を大きく同じ感覚で内側に入って閉じたら、これも下がらない、一緒か下がらないぐらいで縦を持ってきますね。横に出て上に抜いていきます。